清水、タレバス入りました。この辺空いてますよね。黒川、黒川、うん、黒川、黒川だ。決め切った黒川、ついに均衡を破った。水戸後半の32分、この力でこじ開けました。黒川、貴重な今シーズン初ゴール、先制点をもたらしました。いやー、素晴らしかったですよね、ここね。完全に個人ですよね、ここね。選手の、ね、対応も、ね、ちょっと予測して、まあ、中を切りに行ってしまったのが良くなかったですよね。当然、まあ、クロカス選手はドリブル、ね、この能力が高いっていうのを分かっていて、しっかりと、まあ、対応しなきゃいけないところだったと思うんですけど、でもそれでも、まあ、シュートまで素晴らしい一連のプレーでしたね、ここね。はい。